新月輝きは、かつて、宝塚歌劇団花組に在籍していた宝ジェンヌ。本名、越川長子。工術の航空家により、財団のまま死去。和歌山県出身。1964年に、和歌山県立青林高等学校1年中退後、宝塚音楽学校に入学して、レッスンに励む。1967年3月に、 音楽学校を卒業した後、そのまま、宝塚歌劇団53期生として、宝塚歌劇団に入団。星組公演、世界は一つで、初舞台を踏む。入団時の成績は54人中24位。1967年12月9日、花組配属。当初は男役での出演が多かったが、もともと物静かで優しく上品な性格で、 スタイルが良く、美貌にも恵まれていたため、1968年11月に池田銀行の初代イメージガールに選ばれ、知名度と人気が急上昇していった。また、日本舞踊、ダンス、演技の能力も非常に高く、周囲からも評価され、1969年5月に宝塚大劇場で行われた金月吉では入団3年目にして、 異例の主役に抜擢され、両役をこなすことのできる53期生花組のホープとして今後の活躍が期待された。しかし、その翌年の1970年8月12日、夏休みの休暇をとって単身で台湾旅行に出かけた際、日本に帰国するために、カレンから台北に向かう途中、登場していた飛行機が台北松山空港近くで、 墜落事故を起こしてしまい、事故に巻き込まれて死去。去年22、遺体は現地でダビに付され、遺骨は8月17日に大阪国際空港に到着。宝塚を回った後に、郷里の和歌山の実家に戻り、無言の帰宅を果たした。その後8月20日に国別式が営まれ、宝塚歌劇団の53期生を中心とする、多数の宝ジェンヌ、職員、 音楽学校の生徒が3列した。期待の星であった清志月の死は誰からも深く惜しまれ、その無残に変わり果てた姿に、遺族も参列者も深く嘆き悲しみ、最後まで涙やお越が絶えなかったという。ありがとうございます。